はい、今回はこんな感じの、よく使われる基本的な文字が描かれていくアニメーションの作り方を解説していきます。現状タイムラインには、背景となる平面2枚と文字のレイヤーですねが配置されています。で、この文字のレイヤーに対して描かれていくアニメーションをつけていきます。まずはじめにマスクでこの文字をなぞっていきます。このなぞっていくのは、書き順の順番になぞっていく感じにします。こんな感じですね。で、一文字なぞった後に一度空の部分をクリックしてレイヤーの選択を外します。で、書いていくとこうマスクが文字ごとにばらけた状態になります。マスク 1P、 マスク 2S ですね。で、同じように4も書いていきます。こんな感じですね。これで、文字数分のマスクができましたので、エフェクト描画線を適用してやります。で、線の色を変えてブラシの硬さを100にし、間隔は0にします。で、こう覆いかぶさるように設定してやります。で、すべてのマスクにチェックを入れるとこんな感じで全てに適用されますので、不透明度を落としてマスクを調節していきます。こんな感じですね。で、このマスクにキーフレームを打ちます。まず終了を0にします。で、キーフレームを打ち25コマぐらいで100になるようにしてやります。で、不透明度を100にします。するとこんな感じで塗りつぶされていくようなアニメーションを作ることができます。で、このペイントスタイルの描画モードですね、これを元のイメージを表示にしてやるとこの覆いかぶさった部分が表示されていくようになります。こんな感じですね。これがまあ基本的な文字が描かれていくアニメーションの作り方になります。まあざっくり作る場合はこのままでいけるんですが、今回はもうちょっと詰めていきます。まず文字のレイヤーをそれぞれ分けていきます。コントロール D で複製します。で、全てのマスクのチェックを外し、マスク1ですね。で、この2つ目はマスク2、3つ目はマスク3としてやるとこの文字ごとにばらけた状態になります。で、このアニメーションのキーフレームの時間は、3文字分の尺でやってたので、1文字ずつの尺に縮めてやります。で、現状問題として、この4の部分ですね。線の太さが合っていないので、この横の部分が表示されているので、これをまず微調整していきます。こんな感じですね。そして次にこの文字が描かれていく最初の部分ですね、この部分に対してぼかしをかけてやります。エフェクト時間、CC フォースモーションブラですねを適用してやります。するとぼかしがかかった状態になります。で、パラメータを調節していきます。20と300ぐらいですね。するとこんな感じでぼかしが先にかかった状態になります。で、アニメーションのスタート位置がちょっと先に来ているのでキーフリ、ずらしてやります。こんな感じですね。そして他の文字も同じように
このフォースモーションブラをコピーしペーストしてやります。でスタート位置のマスクを、送らせてやります。こんな感じですね。すると、こんな感じの、描かれていく先が少し滲んだような状態になります。そしてさらに、文字のレイヤーをコントロール D で複製します。で上のレイヤーは1コマ後ろにずらして下のレイヤーを、描画モード、減算にし不透明度を 10% にしてやります。すると、こんな感じで少し焼き込んだような表現が先に表示された後にこう白い線が流れていく感じになります。他の文字も同じように複製し上のレイヤーを1コマずらし下のレイヤーを減算の不透明度 10% これも同じように、1コマずらして減算の不透明度 10% こんな感じですね。するとこんな感じになります。であとは文字のスタート位置をずらしていきます。まあ8コマずつ、するとこんな感じになります。これで完成です。今回は以上です。またお会いしましょう。